が今季6度目の無失点投球、1906年以降では球団新人投手で最多、カブス 4-0 オリオールズ、日時間11日ボルチモアカブスの今永翔太投手は10日、日時間11日の敵地、オリオールズ戦に先発し、6回を6安打6、奪三振無失点の好投で8勝目、2敗を挙げた。無失点投球は6度目となり、米メディアによると、1906年以降では、新人投手としては、球団最多になるという、今永がシーズン前半戦最後の登板で見せた。初回は1四1二塁、2回は無四二塁、5回は1四二塁、6回は1四二三塁と、走者を背負うも、失点は許さなかった。6月15日、同16日のカージナルス戦以来となる8勝目を手にした。メジャー1年目の前半戦を17登板で97イニングを投げ、8勝2敗、防御率 2.97、98奪三振をマークした左腕、17試合のうち実に6試合が無失点、投球だった。米局 ESPN のジェシー・ロジャース記者は、自身の X、旧、Twitter に ESPN スタッドシンフォによれば、翔太今永は、今季6度目の無失点投球で、カブスのルーキーの単一シーズンでの無失点、試合数としては1906年以降では最多だと、綴った。119年間の球団史の中で、新人投手としての最多記録を打ち立てた30歳。SNS には、我らの誇りです。すごいな、などと、ファンからコメントが寄せられている。16日、日時間17日に、テキサス州アーリントンで行われる、オールスターではどんな投球を見せてくれるだろうか。フルカウント編集部。